Imaginez être un zombie, que vous redevenez humain et que vous obtenez le seul médicament capable de sauver le monde. Tel le pitch de Cruelers Undead, un manga zombiesque chez Glénat. Les auteurs étaient présents en France à Japan Expo. Nous les avons rencontrés à la librairie La Dimension Fantastique pour une interview qui ne manque pas de mordant. Cruelers Undead の原作の斎村です。僕が、作画担当の高橋光雄です。ゾンビですね。ゾンビ、うん。人間とは言えないですね。彼の目は死んでます。毎日毎日同じことを繰り返してますからね。毎日毎日漫画をずっと描いて、エブリデイ。何かに動かされてる感じが。治って食われるんだったら、やっぱりゾンビがいいですね。ゾンビの方が強いですからね。ゾンビは怖いもないですからね。やっぱりゾンビっていうのは元は人間っていうところで、どうしてもそれだけで哀愁があるというか、もう演出になるんですよね。元々人間だったモンスターっていう悲しさがあるんです。元々人間がゾンビになってまた人間に戻るっていう話なんで、そうですね、そういう面白さがあるはずですね。大友、寺田克也、伊藤純、絵で言うと、そこが一番大きいかな。まだいっぱいたくさんいますけど、イラストレーターとか漫画家だとか。難しいところ、いや、ないですね。楽しいだけですね。むしろゾンビがなかなか出てこないんで、早く出せっていう。ほっぺたをっていうところとか、見開きのゾンビが大群がわーってくる最後の方の見開きのページ、ネームを見て、僕が疑問に思った点とか演出だとか、構図だとかっていう、こっちのここはこうした方がいいんじゃないかみたいなアイデアのすり合わせはしますね。の方が構図とか分かってます。日本ではこのクルエラーザンデッドはいろんな出版社に回ったんですけどもダメと言われて、個人出版でずっと頑張ってきて、フランスのグレナ社からお話が来て、おー、よかった、本当そういう話が来ないか来ないかってずっと待ち望んでいたんで嬉しかったです。資料として見たいですね。内臓脳みそ。一番近い人を噛んでますか。若い女の子を見つけてノートルダムので、セムシ男だ、有名なゾンビになりたいですね。この本を読んでくれる人はもうみんな大好きですと。愛してる。ゾンビ好きの人なら楽しんでもらえる漫画だと思います。